昨日からお伝えしているクリスマス企画、今日は優しい光が作り出す幻想的な空間を聖歌隊の歌とともにお楽しみください。聖なる歌声が響く長野県の軽井沢高原教会。夜になると建物に寄り添うもみの木に明かりが灯ります。高さ6メートルのクリスマスツリー。これだけではありません。辺り一面に散りばめられているのは無数のランタンキャンドル。揺らめくろうそくの炎が森を優しい光で包み込みます。この教会は大正10年敷地内の材木小屋から誕生しました。当時街灯のなかった軽井沢の町を宣教師たちがランタンを灯して歩いたことにちなみ、週末やクリスマスの夜などにはランタンキャンドルを手に散策することも。落ち降る森と一つになれるひとときです。こちらの建物では親子が手紙を書いていました。大切な人を思いながらしたためるクリスマスレター。メールや SNS では普段伝えられない思いを込めてポストへ。優しい光に包まれた教会から皆さんなら何を伝えますか？